これより第2クォーターに入ります。プレーナンバー2の1、山口大学ファーストダウンテン、ボールオン自陣22ヤード。ナイスラン。何バック44番オプションプレーのピッチを受け、左オープン展開、約9ヤードゲインし、次の攻撃セカンドダウン残り1ヤードです。失礼、サードダウン残り1ヤードです。失礼しました、サードダウン残り1ヤードです。プレーナンバー2の2、山口対相手陣29ヤードからサードダウン残り1ヤード。中央へのランプレー、しかしここでイエローフラッグ、反則が発生しております。オフェンスの反則です。ホールディング、相手選手を捕まえておりました。オフェンスは相手選手を捕まえてはいけません。10ヤード対となります。しかしこの反則を東京理科大学は取りません。ダウンを進め、フォースダウンとします。プレーナンバー2の3、山口大フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを選択します。パンター7番、キックにより陣地挽回を図ります。しかしパントの場合は攻撃権の放棄ともなります。ここでクロックトラブルが発生しております。少々お待ちください。プレーナンバー2の3、山口大フォースダウン残り1ヤード、パントフォーメーションを選択します。パンター7番、このパントシャンク、山口大自陣を脱することできず攻守交代です。プレーナンバー2の4、理科大学相手陣48ヤードからファーストダウンテン、中央へのランプレー、キャリア8番、オフェンスブロックよく約3ヤードゲイン。
プレーナンバー 2-5 理科大相手陣46ヤードからセカンドダウン7。パス不成功。クォーターバック30番ワイドレシーバー3番へのパス、しかしこのパスはコントロールミス。サードダウンに変わります。プレーナンバー 2-6 理科大学相手陣46ヤードからサードダウン7。ラニワック8番オプションプレーのピッチを受け左オープン展開、ファーストダウン獲得です。プレーナンバー 2-7理科大相手陣39ヤードからファーストダウン10。中央へのランプレー、キャリア QB30 番、失礼、フォースダウンギャンブルでした、失礼しました、先ほどギャンブルプレーでした、このギャンブル成功してファーストダウン。プレーナンバー 2-8 理科大相手陣37ヤードからファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック30番ワイドレシーバー3番へのパス、しかしこのパスは山口大がパスカット、パス不成功です。セカンドダウンに変わります。プレーナンバー 2-9 理科大セカンドダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ランニングバック8番ピッチを受け右オープンを駆け上がり、そのまま縦に切り上がり大きくゲイン、ファーストラン。プレーナンバー 2-10 理科大ファーストダウン10。ボールオン相手陣12ヤード。クォーターバック30番オプションプレーでキープ。ゲインは約1ヤード。プレーナンバー 2-11 理科大相手陣11ヤードからセカンドダウン9。ラニワク8番ハンドオフから右オープンを狙いましたが、これは山口大ディフェンスアジャストしノーゲイン、サードダウンに変わります。プレーナンバー 2-12 理科大相手陣11ヤードからサードダウン9。
パス不成功。クォーターバック30番エンドゾーンへのパスターゲット88番、しかしこのパスはキャッチミス。ここでウォーターブレイクです。プレーナンバー 2-13 理科大フォースダウン9フィールドゴールチョイス、キックによる3点を狙います。キッカー72番、フィールドゴールはキックによる得点方法です。成功しますと3点が加点します。キック成功、3点獲得。山口東京理科大学3点、山口大学0点。プレーナンバー 2-14 山口東京理科大学キックオフ、先ほど得点を挙げた山口東京理科大学のキックオフで試合再開です。キッカー72番、山口大リターン7番、山口大臣40ヤード付近でボールデッド。ここから山口大の攻撃となります。プレーナンバー 2-15 山口対自陣41ヤードからファーストアンテン。パス成功、ファーストアン。
クォーターバック16番ワイドレシーバー3番にパスを通し3番キャッチアンドランでファーストダウン。プレーナンバー 2-16 山口対相手陣48ヤードからファーストダウン点。ここでホイッスル。山口東京理科大学前半1回目のタイムアウトを取りました。アメリカンフットボールは前半後半に双方とも3回ずつタイムアウトを取ることが許されています。理科大学前半1回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-16 山口大相手陣48ヤードからファーストダウン点。前半残り時間は3分54秒。クォーターバック16番ワイドレシーバー3番へのロングパス3番これをキャッチアンドランそのままエンドゾーン駆け込みタッチダウン。山口大6点獲得。プレーナンバー 2-17 山口大トライ4ポイントタッチダウンの後のワンプレーです。キックですと1点エンドゾーンに持ち込むと2点加点です。山口大はキックで1点を狙います。キッカー3番このキックは失敗6点止まり。山口大学6点 山口東京理科大学3点。プレーナンバー 2-18 山口大学キックオフ。先ほど得点を挙げた山口大学のキックオフで試合再開です。オンサイキュア、オンサイキュア、キッカー99番。山口大東京理科大学リターン。理科大臣35ヤード付近でボールデッド。プレーナンバー 2-19 理科大学自陣33ヤードからファーストダウン点。
前半残り時間は3分29秒。ここでホイッスル。オフェンスの反則です。リレーオブザゲーム、遅延行為の反則です。オフェンスは制限時間内に始めなければいけません。5ヤード抜体となりファーストダウンやり直しです。プレーナンバー 2-20 理科大自陣28ヤードからファーストダウン15。ナイスラン、ファーストラン。ナニバック8番オプションプレーのピッチを受け、左オープンを駆け上がりファーストラン獲得です。中で倒れたので時計は回り続けます。プレーナンバー 2-21 山口東京理科大学ファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード。フルバックのダイブプレー、ゲインはしかし1ヤード。キャリア27番、時計回ります。プレーナンバー 2-22 理科大自陣44ヤードからセカンドダウン内、時計回ります。インターセプト、ターンオーバー。クォーターバック30番、ここで右サイドライン側へのパス、しかしこれを取ったのは山口大学7番、攻守交代です。ターンオーバー。プレーナンバー 2-23 山口大学ファーストダウン10、ボールオン相手陣32ヤード。前半残り時間は2分11秒。山口大スペシャルプレー、リバースプレーによりワイドレシーバー7番が右オープンへのラン、しかしこれはゲインほとんどなし、セカンダウンに変わります。時計回ります。プレーナンバー 2-24 山口大相手陣32ヤードからセカンドダウン10。パス不成功。クォーターバック16番、ワイドレシーバー3番へのヒッチパス、しかしこれを3番キャッチミス、パス失敗でサーダウンと変わります。時計止まりまして、前半残り時間は1分18秒。ここでホイッスル。チームタイムアウト。ここで山口東京理科大学前半2回目のタイムアウトを取りました。
長道東京理科大学前半2回目のタイムアウトを取りました。プレーナンバー 2-25 山口大学相手陣32ヤードからサードアウト。前半残り時間は1分18秒。不成功。クォーターバック15番、16番サイドライン側へのパス、しかしターゲット7番これをキャッチできず、フォースダウンと変わります。プレーナンバー 2-26山口大フォースダウン10、プレーを選択します。ギャンブル、ボールオン相手陣32ヤード、前半残り時間は1分11秒。クイックパント、しかしこのパントシャンク、プレーに見せかけたパントプレーでした。理科大学陣30ヤード付近で攻守交代です。プレーナンバー 2-27 山口東京理科大学ファーストダウン10、ボールオン自陣27ヤード。ナニワック3番トスを受け右オープンへのスイープで約9ヤードのゲイン、時計回ります。プレーナンバー 2-28 理科大学セカンドダウン残り1ヤード、ボールオン自陣37ヤード。フルバックのダイブプレー、ファーストダウン獲得です。ナニマック27番ファーストダウン、プレーナンバー 2-29 理科大学ファーストダウン10、ボールオン自陣43ヤード。キャリア3番、ゲインは約4ヤード。ここで前半時間がなくなりました。前半終了となりまして、山口大学6点、山口東京理科大学3点、山口大学リードで後半戦に移ります。後半はハーフタイムを挟んで、ハーフタイム約10分間を挟んで第3クォーターによって始まります。